様、こんにちは。お元気そうですね。私ども太宰府に参りました。太宰府はご存知でしょうか？御殿満宮がありますよね。ここにね、来てから8年目になるんですよ。8年前から毎年4月頃にこんなして皆様にちょっとね、顔を。見て皆さんの元気な姿を見て安心してまた帰らせていただきます。今日もね、本当に皆さんお元気そうで本当に嬉しゅうございます。私たちのメンバー8名ですけれども、皆さんがよくご存知の曲もしますのでね、それとあとプログラムの裏に歌詞も書いてありますから、どうぞ大きな声で歌っていただいてよろしいんですよ。一緒にお歌いください。じゃあ一緒に楽しみたいと思います。プログラムをお持ちでない方はどうぞおっしゃってくださいね。それでは今から始めさせていただきます。よろしくお願いします。一番最初に坂本九ちゃんが歌って有名になった「見上げてごらん夜の星を」です。回こう慎重と言います。多分聞かれたらああの曲かって思われると思います。なんで、なんか類比を読んでとかね、シェイクスピア、その辺の時代からこの楽器は書かれていました。ちょっとどういう音がするのか、ちょっと皆さん聞いてみてください。順番に低い楽器から高い楽器というやつをやってみますね。最初は一番低いグレートバスリコーダーというのがあります。さんご存知ですよね。ギターの伴奏をちょっと入れていただきます。それで知床旅情をまず最初いきましょう。入れてくる。ああ、よかったですよ。よかったですね。子供出てきた。次は叱られて、皆さんご存知と思いますので、どうぞお歌いくださいね。これでしょ。写真で2枚と同じ人なんですけれども、5年ぐらい前にですね、最初から一緒にリポートしてたんですが、ちょっと病気で亡くなったんですよ。でまんまるの方はお元気だからね。でも亡くなる直前はまだスマートになって、それでも私たちと同じぐらいからっていう感じなんですけど、もともと大きな方でした。いつもこんなして一緒に連れて、演奏の時は必ず連れて行っています。ありがたいお話をじゃあどうぞ皆さん大きな声で一緒に歌ってくださいね。ャンソンで愛の賛歌、それを皆さんよくご存知と思います。日本の人もいっぱいいろんな方が歌ってますね。うちの歌詞もちょっと歌ってます。皆さんもちょっとご存知でしたら歌ってください。踊ります。歌詞も書いてありますから、ね、お歌いくださいね。がこれで表に現れます。子供のところは目に入らぬか。じゃあね、去年だったかしら、アマちゃんっていうテレビドラマがね、流行りました。その中のテーマソングです。次は青い山脈です。皆さんご存知ですか？伝統もちょっとご一緒にあります。で、また皆さんどうぞお元気で、また来年お会いしましょう。はい。